こんにちは。本日は2024年の9月の4日水曜日、ここは琵琶湖浜大津です。なんで来たのかっていうお話なんですけれども、キビキビフォニアムの1日乗車券を入手したからです。今日ね、インターンシップ3日目なんだけどね、大阪でやってて、お家に帰りたいところなんですけれども、こちらへ全くお家とは違う方向へやってまいりました。まあ、そんな感じでね、なんとなくね、こんな感じで撮ってもらおうかなと思います。まあ、じゃあまあとりあえずお見せしようかなと思うんですけれども、若干の風があるからなんだけどさ、これが先月の8月のやつ、ね、で、まゆちゃんのやつ、ね、で、今回がね、今月がね、これね、はい、こんな感じです。いやこれがね、まあ、一番欲しかったかな、どうだろうね。でもこれ全体集合だから一番欲しかったから。で、裏がね、おー、ぶね、風がちょっと若干あるからね、裏がこんな感じのポストカードになってます。でね、1ヶ月間ぐらいずっとね、放置してたんだね、これ。こんな感じの触り心地だったのかとか思いながらね、裏こんなんだったのかとか思いながらね、そんな感じで見てました、今日使うとき。ちなみになんだけど、まあ、いつもそうなんだけど、使うときね、外してない、これそのまんまお願いしますって言ってやってもらってる。そんな感じで本日もね、まあ無事入手できました。結構ね、僕以外にもね、さっきから買ってる人いました。ちょろちょろとね、そんな感じでした。ちなみになんかね、228とね、正の字書いてました。228は売れた数なのか、逆に残ってる数なのかはわからないんですけれども、少なくともどっちかはあるといった感じなんで、今18時過ぎなんだけど、まあ一応ね、ゲットできるんで、もしよければまあ全然間に合うんで行ってみてはいかがでしょうか。平日だからね、結構いいよね。で、まあちなみにご存知かもしれないですけど、9月1日は台風がどうこうって言って今日に延期になりました。まあそんな感じでもう話すことはないです。9月のスタンプラリーはね、日曜日8日かな、その日に行こうかなと思います。そんな感じで動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この後京都に行きます。